水谷刑事は、熊本県八代市出身の人物。共同通信社勤務を経て、森田正岳の創始した、精神療法、森田療法の普及に尽力した。水谷刑事は明治45年、熊本県八代に生まれる。両親は、教師、4人兄弟の長男だった。旧制第五高等学校に在学時代、神経症に悩みご校一年留年している。 ご高時代に上京した際、本屋で森田正岳の著書、神経衰弱と脅迫関連の根治法に出会い、感銘を受けて、本郷の森田正岳を訪ねるも、森田からまずはご高を卒業するよう言われた。一年後に、父親の反対を押し切って上京。森田正岳からは、森田診療所に近い東大に合格したら置いてやろう、と言われたので、刑事は奮起して、 東大経済学部に進学した。その後6年に渡り森田正岳の自宅で森田療法を受け、森田療法について学んだ。また、時計以来における森田正岳の精神医学の講義を聴講もした。森田正岳とは森田の島で信仰を深めた。昭和10年大学卒業後、同盟通信社記者となる。昭和13年に森田正岳が死去。 昭和15年に妻、かしこと結婚。昭和17年、上海支局勤務中に、長男、健一郎が生まれる。昭和18年勤務先の上海で軍隊に、招集される。妻、かしこは、次女、千賀を見ごもっており、まだ幼い健一郎と共に内地に戻った。千賀は同年、熊本で生まれている。刑事は一兵卒として、中国を転戦し、 昭和20年に水見南省の調査で終戦を迎える。昭和20年12月の福音戦で帰国。東京で共同通信社の仕事に就くと、妻、賢子と、次女、千賀を熊本より東京に呼び寄せる。長男、健一郎はそのまま熊本の両親に預けた。水谷の家を継がせるつもりだったと思われる。昭和22年に次男、雄二郎が生まれる。 昭和42年に定年を迎えるまで共同通信社の記者、経済部長、論説委員を務めた。昭和31年8月、森田療法の普及と神経質者の誤示を目的とするグループ、経心会を始める。経心会は、刑事の自宅で隔月に開かれる例会を中心とした活動であった。昭和32年、森田療法の啓発を目的とした、帰還し、 生活の発見を創刊する。生活の発見は、刑事の死後も、生活の発見会の機関士として継続されている。昭和34年7月、刑事は、森田療法を自らも実践すべく、東京都練馬区にある自宅に、両生活形式の施設、軽診療を開設する。軽診療は昭和45年に、刑事が死去した後も10年以上にわたり妻。 かしこによって続けられた。昭和45年3月14日、脳出血を起こして倒れる。6日間の昏睡の後、死去。去年58歳。刑事の死により刑心会と刑心療の活動は、事実上終了するが、刑事と共に森田正岳の指導を受けた者、刑事に訓導を受けた者たちによって、森田療法の普及啓発が続けられている。刑事の次女、 千部は精神科医となり、現在も森田療法の普及に携わっている。ありがとうございます。